アウグストゥスの家は、イタリア・ローマのパラティヌスの丘にある、ローマ帝国初代皇帝、アウグストゥスの邸宅跡。一世紀末に、ドミティアヌス帝が建てたドムス・アウグスターナとは、隣接しているが、全く別の施設であり、アウグストゥスの聖火とも別である。オクタヴィアヌスは、カエサル暗殺に対する復讐がある、程度決着がついた、紀元前36年にパラティヌスの丘にあった。 元老院派、クイントゥス・ホルテンシュースの邸宅跡を買い取り、自身の住居とした。アウグストゥスはこの邸宅で、伝統的でカビに走らない生活を送ることで、世間に大し権力者の謙虚な姿勢を示した。この邸宅は、ロムルスの家など、ローマ建国伝説の地の遺跡に、ほぼ隣接して建てられていて、その建物は2階建てで、南西側に中楼に囲まれ池のあるには、 ペリスティリウムを用していた。皇帝殿を表した帝政ローマ紀の歴史家、スエトニウスによると、アウグスティスは謙虚に慎重に振る舞った。当初、フォルムロマヌムの近くに今日構えていたが、後にパラティヌスの邸宅に移る。その邸宅は適度な大きさと優雅さを備え、近場で採れた石を使った列中楼に囲まれた小規模なペリスティリウムを用し、 中楼に面した部屋は控えめで大理石を敷き詰めるなど、過敏に走っていなかった。彼は40年間この邸宅で寄居した。邸宅は、紀元3年に火災で消失し、その後再建され、国家資産とされた。ネロ帝の時代にも、火災で被害を受けたとスエトニュースは記している。アウグストゥスの家、ドムスリウィアへ、アポロン神殿付近再現模型。ありがとうございます。